ハンメロー、飽きたんだよー。はーい、今日はですね、ご覧の通り一人なんですけども、本日シータにねドッキリを仕掛けようかなと思いまして、まあ、ただね、僕一人だけじゃちょっとねドッキリ仕掛けられないんで、ちょっと助っ人としてね、マネージャーさんのアダッチーをお呼びしたんで、ちょっとアダッチーさん、どうもこんにちは。おはむれれます？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？マネージャーのアダッチーです、お願いします。お願いします。今回の内容は、打ち合わせ中にいきなり喧嘩をし始めたら、はい、シータンはね、どんな反応をするのか、ドッキリ。よいしょ。いや、どうなるんすかね。まず喧嘩、まあ当然僕はしたことないですからね、はい、僕もちょっとできるか心配なんですけどね。僕の予想だって多分、ちょっと怒られるかなって思います。逆にチリメロさんが切れるっていうパターンもありますけど、それが一番僕好きです。ちょっと知恵の部分をね、見せたいなって。まあこれからね、シータンがねこちらの方に来るんでね、ちょっと迎えに。はい、そうっすね。うん、来ます。はい、行きます。無駄に広いって。どうですか？いや、いいと思います。いや、僕はこの前いいと思います。じゃあこれからもどんどん濃くして。これでもちょっと話しますけど、サルちゃんどうしようって話しますけど、爪をサルやりますよ、そのうちは。まず結構僕的にはジュニアさんぐらいの規模やったら結構やってる人多いっていうか、50万ぐらいか。でも50万でいいか。50万の1年でサブちゃん作りましたみたいな感じにして、まあそんなもんか。緩いとは言ってもやっぱりそのガイドラインとかには、まあまあそれは当然ね、まあ、ワンチャン来たんゲーム実況も別にありあるかもしれないですけど、ゲーム実況は自己満みたいなもんですけどね。言っちゃえばまあ別にゲーム配信者じゃないし、まあ、ゲームについて素人やから、見てる方それ見たい、まあ、見たいんかな。まあやりたい時にやればいいかな、まあ、余裕がある時にって感じかな。この間の定例でも、まあ、本数を増やした方がいいんじゃないかっていう話は出てたけど、多分月によって、まあ、一応最低15本で増やせそうだったら増やす。今はその仕事の仕事っていうか、日常の家事とかいろんなところの予定とかの生活スタイルっていうのは基本変わらへんから、でじゃあその中でどういうふうにやっていけるか、その毎日投稿とか無にしてもどうやってその動画を出していけるかっていうところが、もうさらなる飛躍のポイントじゃないかなって、まあ、個人的には思うけどっていうか。アダッチは本数派ですか、質派ですか？全然本、あ、まあ質は落とすのはないけど、本数は絶対大事だと思ってる。いや、本数増やすなら質落ちません？いや、それはもう頑張れって感じじゃん。だって準備もめっちゃ大変なんですよ。いや何かの企画をするにあたって、まあ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 、なんか喋るだけのやつやったら何も準備いらんけど、僕的にはもうまあ、頑張ってると思うけど少なくねみたいなぐらいの感じないけど、まあいろいろ大変やからっていう、まあ、大変っていうか、結局そのなんていうの、リズムは決
本的に、このほら中心のリズムで、そこをまあ変えられへん。それはそうじゃないですか。極力ファミリーチャンネルなんで、まあ、地位が一人で出てる動画よりも個人的にはやっぱりこう家族と撮ってる動画の方が多い方がいいかなっていう。これ、いつも、こんな感じですか？これ、例えば電話で打ち合わせするときとか。一応これ、打ち合わせじゃないですか。仕事の話してるっていう感じですよね。はい、なんでタメ口なの？って普通に思いません？僕がってことそう。普通に仕事じゃないですか、これ。いや、まあ、電話でもっていうか、まあ、普通に。普通にじゃねえ。聞いてんじゃねえ。タメ口が喋ってるのが気になるってことです。で、気になるでしょ。え、マネージメントしてる側ですよ。まあそうっすよ。別にこっちが「えそうじゃん」とかで使うのとマネージャーさん側が使うのって違うなと思うんだけど、それは僕の考えが違うってことですか。まあその秋田さん側から僕に対してのそのタメ口っていうかそういうのは OK ってことですか。それはだからさっき使ってたんで、僕でも使ってましたよ。まあじゃん。先に使っててよ、つって。それはなんで言われなきゃいけないの？チーミラさんとも別にその関係値っていうか、まあ、それはいつも普段電話とかで密接だからってことですか？まあ、密接っていうか、その、アキタンさんが知らあの別にいないところで電話とかで喋ってるか、その、それ知ってますよ。そこでできたその何関係性みたいなとか。その関係性その間でできるもんなんですか？でそれ分かんないじゃないですか。知らないから、渡辺さんに対してもすごいなんかもう、なんか、いや別にそんなことないでしょ、普通でしょ、いつも通りですよ。そのいつも通りを分かんないからなんか言ってるってことですね。いつも通りだよ。僕はなんかそうやっていきなり切れる意味は全然分かんないですけど、思ったんやったら後でちょっと言うとか良くないって感じですけどね。だんだん散り積もっすよ。最初別に我慢しましたよ。我慢してたんですか。それがちょっとメンヘラこじらすぎじゃないですか。メンヘラこじらすぎじゃないですか。メンヘラこじらすぎじゃないですか。メンヘラじゃねえだろ。どこだ。笑ってるし。メンヘラキャラでしょ、普通に。キャラじゃねえだろ。何がメンヘラなの。なあ、こっち来いよ、ちょっと。原宿で撮影するでいいやんか。ねえ。おかしいよ。なあ、何笑ってんの。メンヘラってなんだ。ほら、原宿で撮影するでええやん。メンヘラってなんだ。は？うわぁ、で、うーちゃん。は？泣いてる。は？年下やろ。あんま変わらんから。いや、来い。おめえが来いよ。どうしたんですか、ジムさん。だから、事情もないよ。いや、終わりましたね。終わりましたね。でも意外にこうね、アドリブにしてはいけたかなと。アキタンさんの演技が意外とうまかったと思いますよ。今日はいつも通りの綺麗具合。いつもあんな感じで切れてくるんで。これなんかどう仕掛けられて。仕掛けられて、楽しいね。仕掛けられるの。ありですか。あ、ありですね。どうでした。いや、アキタンさんがめちゃくちゃ怖かった。途中のメンヘラいじりはもう笑っちゃいました。あれはやばいと思いました。あれはちょっと笑ってましたもん。今日のパワーワードだね。ちょっと笑ってました。メンヘラこじらせてる。止めました。そこで。はい。って感じでね。まあ、今回は大成功でいいんじゃないですか。大成功ということで。はい。まあちょっとね、これからもね、他のドッキリもね、仕掛けていきたいなと。やっぱ仕掛けられてるまんまだとなんかちょっと嫌だもんね。ね、ちょっとやられたらやり返すみたいな。やり返すよ。やり返したい、逆に。そうっすね。そう。って感じで、よかったら、じ
チャンネル登録と高評価やろめろ。バイバーイ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 。バラバラかよ。俺ね、じゃあ本当に編集頑張りますね。長かったっす。いや、消えてくると。特に長くないっす。あ、そうなん？長くないの？じゃあ、短いって言いながらさ、なんかめっちゃ長いな、原宿行くのか。3チャンネルのうちはその何も嘘です。